なんとかずらしでーす。今日は青空です。今日はですね、ジムにて軽いキャンプみたいなことをしてみたいなと思います。はい、これから行きたいと思います。飯盒割とでかいんだね。よくでしょ。あ、いい、これ。同じ見えるかな？見てるかな？同じ見てるかな？自分が側のねガスコンロで炊いたやつを社長にどういう反応するか。はい、今帰りましたよ。おい、お疲れさん。え、これは炭で炊いたんじゃないでしょう。違います、ガスで。ガスでね、だから焦げがないもんね。ダメだった。あ、でもほら、しっかり炊けてるよ。
いや、見た目はそんな感じなんですね。そうなの、見た目はそんな感じなんですよね。すごいよ、いいじゃん。すごいね。これこうやって落としてこうやってやるんだよね。そうですね。どこでご飯炊いてきたの？美濃和台でいただきましたよ。今日美濃和台なの？さあ、どんな感じか。いただきます。食った瞬間、自分でもな、うん、一応お米の味が、匂いが、ですからね、匂いがお米ですからね、うん、お米の匂いしてる。まあちょっとあったかいね。あったかい。そうですね。いや、いいんじゃない。ちょっと芯あるけど、ちょっと固めだけど大丈夫ですか。でもキャンプの醍醐味でしょ、こんな米ご飯つか。うんうん、めっちゃ固い。コリンコリンしたやつが入ってたよ。まだまんま米みたいなやつが入ってたよ今。うん、もうちょっと長く炊いた方が良かったんじゃない。それか水がちょっと少なかったかなと思って。水は少なかったかな。水はどうしたの？水は買いました。あ、買った。買ってレッドボトルの水。そうです。あー、よかった。俺またそこら辺の、いや、しないしないしないです。やばい水かと思って。しないしないです。さすがにそれで食いたくないんで自分も。ちゃんと水を買って。まあでも身の上で水道出るよね。確か水場もあるよね。ありますね。まあでもその飲み水ってにはならない。ちょっとそういうところは信用できないっていうか、やっぱりなんかコンビニの買ってた方がいいかなと思って。うん、いいんじゃない。いいですか。今度これでカレーライスとかシチューとかさ、できますね。ね、友達ハンコーであのカレー作ったことあります。カレー、カレーです。いいじゃん。今度じゃあまた良い場所あったらさ、ちょっとキャンプ、今日はね、ピクニック、ピクニックです。いいんじゃない。でもどっかの食堂で出てたら返されるね、多分。返されますね。食べらんねえ、買っていって、うん、もう食堂で出たらダメな、ごめん、ごめん、ご飯だね。でもほら、キャンプでだったらありじゃん。まあ、いっぱいあるね。ありますね。まだイチゴちょっとあるよ。ほとんど食べてないね、じゃあね。多分イチゴの半分ぐらいしか食ってないと。だよね。はい。うん。食べれる食べれる。うん、よかった。まあ、ご飯なんかね、水に入れてふやくときは食べれるんだ。食べますね。高くたって。何だって食べようと思えばね、食べれる。腹も壊さない。水が良ければ。うん。ごちそうさまでした。うん、でも美味しいじゃん。うん、良かったです。はい、はい、今日の動画はこれで終わります。